長沢武は、日本のコピーライター。東京都出身。慶応義塾大学経済学部卒業。東京都に生まれる。慶応義塾大学経済学部を卒業後、広告代理店に入社し、営業を経た後ライトパブリシティや日本、デザインセンターなどの広告制作を専門とする、プロダクションとのコーディネーターを経て、1970年に、 広告制作プロダクション、ナークに入社。ここで、国鉄のポスターコピー、9時15分、東京その朝、彼女は、八重洲を立った。10時26分、静岡彼を誘う暇はあったのに。13時10分にイラご飯に川湾の昼下がり。風は優しかった。などの気候文帳コピーでその名を知られるようになると、パルコの CM 企画や、 ポスターコピーを担当し、徐々に知名度を高めていく。1979年には、デザイナーの三宅一生を、イメージキャラクターに起用した、サントリーカクビ瓶の CM 企画や、ニュージーランドの羊飼いの青年を描いた、サントリーオールドの CM 企画とコピーを担当。さらなる評価を得るとともに、1980年には、これまで所属していたナークから独立。 1981年にはやはりサントリーオールドで中国やシルクロードを舞台に撮影された夢街道シリーズの CM 企画を担当し知名度を決定づける。同じくナークに所属していた同僚でアートディレクター並びにデザイナーだった長谷川義夫と共にオフィスアップルハウスを設立するも1982年に有効的に解散。その後は フリーのコピーライターとして活躍を始める。1983年には CM ランドの高杉二郎と共にサントリーロイヤルのアルチュール・ランボーやアントニオ・ガウディラの生き様を描いた CM、ランボー、あんな男、ちょっといない。人を酔わせるのは命。のコピーで一世を風靡し、その後は武田のアリナミウェイなどのコピーを担当。 他にもサントリーが1987年から現在まで展開しているマナー広告の企画、コピーにも携わっている。多多数。ありがとうございます。